ダハールはソマリアのサナーグ州にある都市。現在はプントランドが実効支配しているが、ソマリランドも領有権を主張している。ソマリア連邦政府はダハール周辺の8つの村を合わせてダハール地区と呼んでいる。人口6万人以上。一方ソマリランド政府はダハールをラスコレー地区内の市として位置づけている。ダハールには 昔から良好な牧草地があったが、高級的な水源がなかったので、年2回の寒気には定住できなかった。1958年、当時ソマリア北西部を支配していたイギリスがダハールに井戸を掘るのに成功し、以後、発展した。1988年、現在のソマリランドにあたる地域で、イサック氏族がソマリ国民運動という軍閥を組織して、 第三代大,大統領のバーレに反旗を翻したため、バーレはこれに対抗して、ダハールとラスコレーを、ワルサンガリ氏族の支配区と定めている。1991年頃から、ソマリア内戦が本格化したため、周辺の都市住民の多くが、ダハールに避難し、住民数が増えた。1991年、ソマリア北西部に住むイサック氏族は、ソマリーランドの独立を宣言し、 その領土は旧イギリス領ソマリランド全域とした。ただし当初の支配地域は旧イギリス領ソマリランド西部のイサック氏族、居住地域のみだった。ソマリランドはソマリア本土がソマリア内戦で荒廃していたのに対し比較的安定して運営がなされた。1998年には ソマリア北東部に住むダロット氏族のマジェルテーン氏族がプントランドの独立を宣言し、その領土はソマリア北東部のダロット氏族居住地域とした。周辺のダロット氏族もプントランドへの参加を表明したが、プントランド政権の中枢はマジェルテン氏族の一部氏族が独占しており、ドゥルバハンテ氏族やワルセンゲリ氏族といった非マジェルテーン、氏族は政権に、 部分的にしか参加できなかった。2007年4月14日、ダハール付近でソマリランド軍とプントランド軍の戦闘が起こり、ソマリランド軍が撤退。ソマリランド国防省が解任された。2008年4月、ダハールで干ばつが発生したが、この時点では町中央の井戸が崩壊していたため、汚染された水を飲んで大規模な栄切りが発生し、 少なくとも750名が発症し、11名が死亡した。2009年秋、ダハールでソマリランド軍とプントランド軍の戦闘が起こり、一人が死亡した。2010年6月、ソマリランドの国政選挙が行われ、ダハールでも投票が行われたが、国際監視団は数々の不正投票が行われているところを目撃した。一方、 プントランド政府も2010年にダハール地区に自治権を与えている。2012年3月14日、プントランドの保健大臣がダハールを訪れ、ダハールへの医療支援計画を発表した。2014年9月、ダハールでプントランド内務省主体で市議会の設置が進められ、選挙により市長がムスタフェア・クスムド・アーダン・ギスド、副市長がズシン・クターンベになったと発表された。 それがソマリランドを刺激することになり、ソマリランド軍が近隣部隊を強化し、それを受けてダハールにプントランド軍が派遣された。ダハールの一部住民はソマリランドに忠誠を誓い、プントランド軍との戦闘になって少なくとも1名が死亡した。2017年12月、ソマリランドの大統領選挙が行われたが、ダハールとラスコレーはプントランド占領地だとして、 選挙区から除外された。二千十九年七月十一日、ソマリーランドの運輸長官がダハール市を訪れ、開発プロジェクトの実施を約束した。二千十九年十月三十一日、プントランド大統領がダハール市を訪問し、市への行政支援を約束した。二千二十年十二月、プントランド政府はダハール地区に地区本部百四店舗のショッピングモール、 舗装道路、太陽光発電設備の建設の計画を発表した。2021年1月、銃器を持った強盗を鎮圧するため、警察は AK-47 で武装した軍用車を出し、強盗と警察官の双方が負傷した。2021年2月、ガハールでは、ナイロビの中ソマリアノルウェー大使館の協力で、ノルウェー政府の資金援助を受けて作られたマーケットが、 ほぼ完成している。2021年3月24日、プントランドの治安部隊が、住民による親ソマリア連邦政府デモ活動に、実弾を使用した。この事件は別の情報源によれば、デモ隊が警察署襲撃を企てていたため警官が威嚇射撃を行ったものだとしている。プントランドでは3月初めに、プントランド北部の町盆裟で、刑務所の襲撃事件が発生していた。 2016年時点でダハールの治安は周辺地域と比べて安定している。2016年時点のダハール議会は議員27名であり、うち8名が女性。ただし議会の役割は小さく、2016年時点では公衆衛生に止まっている。2016年時点ではソマリア中央政府やプントランド政府からの 本格的な行政サービスを与えられていない。しかし水源に恵まれており、教育水準も周辺地域よりも高い。ダハール市には5つの小学校と2つの中学校があり、ダハール地区の8つの村にもそれぞれ小学校がある。医療、下水道、電力などの設備は乏しい。2016年時点でダハール地区に33名の警察官がおり、うち7人が ダハール氏を担当している。警察署は2部屋の簡素な建物。ただし町の治安は、警察だけではなく、長老を頂点とした地元コミュニティの役割も大きく、おおむね民事と、軽犯罪は、長老、重犯罪は、警察が担当している。政府による、裁判所は機能していない。ありがとうございます。